こんばんは、ハレリア、シャロン、シャロン、こんばんは、シャロン、こんばんは、ハレリア。ですね、いろいろしなきゃいけないんですけども、延長、まず延長から、はい、延長しましたね。そしてコメントビュー、はい、こんばんは、ハレリア、ハレリア、こんばんは。今日は涼しくてですね、涼しい日で良かったです。また少し経つとちょっと温度が上がるかもしれませんが、本当に、まあ本当は残暑の季節なんですけども、非常に、過ごしやすくて、まあ、そのことでも神様に感謝したいと思います。私たちは小さなことでもね、小さなことでも感謝しましょう。はい、USS さん、こんばんは。あなたの信仰にのようにになるように、あなたの信仰の通りになるように。はい、にゃおこさん、こんばんは、ハレリア。私たちは、信仰の通りになる、信仰の通りになる。私たちは、からし種の信仰で山が動く、からし種の信仰で山が動く。私たちは信仰によって神様が働いてくださって、信仰によって、信仰によって本当にいろんなことが起きるんだ。ぜひ皆さん、肉で生きるのではなく、肉で生きるのではなく、信仰で歩もうではないでしょうか。信仰で歩もうではないでしょうか。私たちは一つ一つ霊的なことを学んで、そしてそれを積み重ねて、より霊的な歩み、より信仰を強め、成長し、そしてますます神様に喜ばれるものになるのではないでしょうか。ニコ生でもう何年でしょうか、ね、9年か8年か9年か、ちょっと分かりませんが、そのニコ生で長くやっておりますけど、まあ言ってることは似たようなものかもしれませんが、御言葉は同じようなことを学んでいるかもしれませんが、しかし私たちは成長しているはずです。皆さんも1年前の時と今と大違いじゃないですか。半年前と今と大違いじゃないですか。皆さんは成長してるんです。皆さんは霊的成長しています。霊的成長しているんです。ぜひ皆さん、ます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 飢え渇いて、ますます霊的なものを求め、ますます、成長しようではないでしょうか。柴田さん、こんばんは。今日も放送で勉強します。アメン、アメン。そうです、神様が願われていることは、私たちがこの地上で成長することです。霊的成長することです。なぜですか。なぜならば、私たちはこの地上で成長したことが天国で永遠を決めるのです。私たちの人生はものすごく大事なんです。私たちの人生はとても大事で、私たちがどのように生きたかということが永遠に永遠を決めるんです。永遠を決めるのです。ぜひ皆さん、新宿の叙々苑新宿の叙々苑、いつ USA さん、いつ新宿来るんですか。スカイプの方にいつ来るか教えてください。いいですか皆さん、私たちの人生がいつ、私たちの人生がどのように生きるか、
どのように生きるか、それが大事なんです。それが大事なんです。それが永遠を決めるんです。私たちが不信仰で生きるならば、もちろん地獄行ってしまうわけです。音が小さい、音が小さい、あ音が小さい、声が小さい。じゃあちょっと待ってください。音が小さいということですが、これで音がちょっと大きくなったと思うんですが、私たちの、人生が、ね、私たちの人生が永遠を決めます。永遠を決めます。あ聞こえますよね、はい、はい、あパラダイスさんこんばんは。日だまりさんからあの証が届いていますね。あ節子さん大丈夫、アメン。日だまりさんがですね、あのお母さんと、ね、最近ですね信仰的な話をするようになってきたそうです。最近はあのあるクリスチャンの方2人の人とですね別々に、あ聞こえています、ありがとうございます柴田さん。1時間か1時間半かお母さんと信仰の話をしているそうですね。そして食事の前はですね、あのお母さんは祈りを聞いてくださるそうです。そして食事中もですね信仰の話を信仰の話をですねすることがあるそうですね。ですからお母さんの救いも、近いうちじゃないかと、近いうちじゃないかと思います。素晴らしいです。皆さんもですね根気よく、ね、根気よく伝道しましょう、ね、根気よく伝道するんです。人が救われることは素晴らしいのです。人が救われることはものすごく素晴らしいのです。永遠が決まるのです。イエス様おっしゃいました、全世界を得ても命を失うなら何の得があるのか。皆さん全世界の富、全世界の富どのくらいの富か分かりませんけれども、全世界の富よりも永遠の命の方が大事なんです。全世界を自分のものにしても地獄に行っちゃうんだったら意味がないんですね。ですから皆さんの救いはものすごい、ね、皆さんが救われてる人が何人いるかちょっと分かりませんけど、皆さん救われてる人が100人いたとします。そしたら地球100個の富よりも皆さんの、ね、永遠の命の方が価値があるんですね。私たち一人一人にとって地球全部の価値よりも永遠の命の方が大事です。それは分かりますよね。それを皆さんその感覚は分かると思います。その永遠の命という価値観、永遠の命という価値観、天国という価値観、そういう価値観を、持つべきだと思います。永遠の命、そして、天国という価値観ですね。今日はですね新しいあの天国の話があります。今までですねいろんな、ね、あの紹介しましたコルトン君とか、ジェシー・ジュプランティスさんとかデビッド・テイラーとかロバート・リアドンさんとか、
まだあとね、誰だったかな、アンジェリカとかね、アンジェリカとか、あと天国見学の動画の人とか、まあ本当に天国行った人はたくさんいるんですよ。天国行った人がたくさんいて、それで共通点があるんですね。バラバラじゃないんですよ。バラバラじゃない。みんな天国行った人の共通点がありますから、だからこそ、信じられるんですね。信じられる。バラバラだったらおかしいでしょ。天国行った人がバラバラな意見だったらおかしい。共通なことを言ってるから、あ、なるほどなるほど。だから私、まあ、これからも天国行った人の話をしたいと思いますけど、天国が確信できたらですね、当然信仰的なことも確信できるんですね。天国が確信できれば神様も確信できるし、イエス様の教えも確信できます。ですから私はですね、天国大学っていうぐらいですからね、皆さんね、天国大学っていうぐらいですから、天国の話をたくさんしたいと思ってます。皆さんが天国の、まあ、実在と言いましょうか、存在というか、天国が実在するということを確信してほしいと思いますね。それではですね、実際に、キャットカーという、キャットカーって猫さんっていう、猫さん車さん、車猫さんという、日本語で言うと車猫さん、ね、キャットカーですね、キャットカーさんのですね、ちょっと読みたいと思いますので、皆さん聞いていただけると嬉しいですね。車猫さんの、天国の話ですね。天国の話。1996年から主は私を霊で天国を眺める旅に連れて行ってくださるようになりました。神の御霊はいつでも好まれる時に私の霊を天国のいろいろな場所に連れて行ってくださるようになりました。いいですね。もういつでも行ける。いいですね。あなたは神の臨在の中に行き、御座の部屋にいつでも入っていくことができます。御座の部屋の階段に立って道しの栄光を仰ぎ見るとき、そこから流れてくる愛の波に圧倒されるのです。わお、愛の波に圧倒されるそうです。もしもあなたの愛する人が亡くなって天国に行ったならば、彼らは決してまた地上に戻りたいとは思っていません。彼らは自分がもともとここから地上に行ったのだと分かるからです。そこが彼らのいるべき場所であることが分かるからです。この事実は愛する人を天に送った人への慰めでもあり、また天国をゴールにしている人への希望となります。今は私たちが神の臨在と力と愛を地上で表していくべき時であるので、神は今までよりさらにご自分を掲示してくださっています。神は本当にリアルなお方です。天国は実際にある場所です。それは霊的な世界であり、私たちは霊の体で生きるのです。あなたが死ぬと、あなたは自分の肉体から抜け出ます。その時のあなたは壁を通ってふわふわと漂うようなものになるのではありません。神はそのような存在に素晴らしい住まいを与える方ではありません。あなたは普通に生きるように住まいを与えてくださるのです。あなたの肉体から抜け出すものは完全な形をした霊の体であり、天国に行くとあなたは地上と同じようにもっと素晴らしく霊の体で生きるのです。
天国の人々は本当に麗しく立派なので、いつも驚かされます。天国に老人はいません。天国に老人はいません。今までに年を取っている人にとっては嬉しいことですね。嬉しいです。皆は天国に帰って王や王妃のような服装をしています。天国で彼らは王の息子娘だからです。天国には食べ物もあり、それは光でできています。神が光をあれと言われて光を最初に作られたのには大きな理由があるのです。地上のほとんどのものの中には光が含まれています。科学者たちもそのことを知り始めています。食べ物は光でできていますが、ステーキやピザ、バーベキュー、チキンとか何でもあなたが食べたいものの味と香りがします。はい、ラドウィンプさん、声がすごい小さい。そうですか。声が小さい。ですから天国にトイレはありません。あ、ごめんなさい。それは食べるとあなたの中に完全に吸収されていきます。ですから天国にトイレはありません。体重が増えることもないし、食べ物のアレルギーもありません。天国に食べ物はなどないと思う人は子羊の公園のことを思い出してください。天国では食べ物は生きるために食べるのではなく、食べることを楽しむために食べるのです。キリストは栄光の体になった時もなった時にも食事をしました。死んだ瞬間人に何が起こるか、死の瞬間に起こることを知るのは死への恐れを取り去ることができるのでとても大切です。神は幾人かの人が死ぬ瞬間を私に見せてくれました。愛する人を失って地上に残された人たち、その悲しみを長く引きずることがあります。愛する人の死は長い病床生活の末か、事故や何かの悲劇であったかもしれません。しかしもし彼らがあなたに話すことができたならば、私はそんなことはもう少しも考えていませんよ、もう全く気にしないでください。今私は主と共に楽しく暮らしているのですから、ということでしょう。肉体の体を離れた瞬間から彼らはもう何の苦痛も恐れも心配もなく、神の栄光に包まれて完全な自由、完全な愛を感じるのです。それは彼らを守る御使いたちが迎えに来ていて、素晴らしい乗り物で天国まで連れて行ってくれるからです。彼らは後ろを振り向いて家族に手を振ってさようならというのです。天国まで銀河や星雲を通っていきます。天国に近づくと天使たちが列を作って迎えてくれます。彼らは神の子が一人帰ってきたので神を賛美しています。乗り物から降りる場所にあなたの家族が待っていてくれます。
そこから天国の門に行くと、そこにもあなたの待っていた人がいます。あなたを待っていた人がいます。もしあなたが流産などで子を失ったならば、その子はそこで待っています。あなたの飼っていたペットも待っています。あなたが愛していたからです。門のところで出迎えてくれるのはペテロではなくアブラハムです。彼はあなたをしっかり抱いて、お帰りなさいと言います。命の川が黄金の道に流れていて、人々が 川に飛び込んであなたに水をかけます。その水は神から流れているので、あなたは神の命で満たされます。次にあなたは御座の部屋に連れて行かれます。御座は部屋の奥ではなく、部屋の中央に高く上げられているので、すぐに見つけることができます。四つの生き物は、翼に目がたくさんあり、非常に大きくて神の栄光をたたえています。道からは虹が出ています。イエスが御座から階段を降りてきて、あなたを連れて登り、道のところに連れて行ってくれます。イエスの顔は非常に美しく輝き、あなたは圧倒されます。あなたはイエスに愛を告げます。イエスは180センチぐらいで、筋肉たくましく、黒っぽい巻き毛が肩までかかっています。目は愛のプールのようです。あなたはイエスへの愛でいっぱいになり、ただ主を褒めたたえます。主は、私はあなたを父のところに連れて行かねばなりません。私は父への愛のゆえに死にました。十字架の私の報償は、救われた者を一人一人皆父のもとに連れ戻すことですと言われます。そしてあなたは父の御座に近づきます。御座の部屋に流れる音楽は本当に素晴らしいものです。それは天使の歌声が幾重にも重なっているように聞こえました。たくさんの人がいました。子供たちは御座の周りで賛美し、踊り、お祝いしていました。道からは青い稲妻が出ていて、それはものすごい命のパワーがあり、人々はそれに触れると道からの愛の波を受けるのでした。それはまるで道の臨在の中に吸い込まれていくような感じでした。あなたはどんどんと道に近づき、栄光の輝きの中に白く輝く髪をした父の顔が見えるようになります。父は手を伸ばしてあなたを抱きしめ、私の息子が帰ってきたと言われるのです。パウロがピリピ 1-23 で、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです、実はその方がはるかに勝っていますと言っている意味がその時わかるのです。ですからクリスチャンにとって死を恐れる必要は一つもありません。地獄は恐ろしいところであり、そこに行きたいと思う人は誰もいませんし、行く必要もないのです。それが福音です。神はあなたが地獄に行かなくても良いように道を備えてくださいました。地獄はリアルなところであり、サタンも悪霊もリアルです。
サタンや悪霊も地上で人々を陥れる任務を与えられています。あなたは罪に、陥れられて神の声や自分の良心の声を聞くことができなくします。あなたを罪に陥れて神の声や自分の良心の声を聞くことができなくします。ですからもし罪を犯すならばよくよく考えてからにしてください。あなたは自分の意思で罪を犯し暗闇の王国へと入っていくのです。自ら敵の陣地に入り敵にあなたの人生を支配させるのです。まあ少しぐらい罪を犯しても神の恵みが覆ってくれるからいいわというようなものではありません。恵みはあなたに罪を犯す権利を与えるのではありません。恵みはあなたが罪を犯さない力を与えてくれるのです。だいたいこんな感じですね。はい、港さん、こんばんは。プロテスタントですね。プロテスタントです。はい、これがキャット母さんのですね、キャット母さんの、ま、天国報告みたいなものですね。皆さんいかがでしたか。なんか共通点あるでしょ、共通点がありますよね。はい、港さん、昨日は当教会の礼拝ではヘブル 11-24 称賛される生き方から学べ、家に帰って LTL デザート動画イエス様商店から学べ、私たちは神様目線で生きることを教えられました。アメン。はい、皆さん、これからですね天国行く方も増えてくると思いますので、天国の話をこれからも聞けると思います。ぜひ皆さん天国志向になりましょうね。天国志向、もう天国がもう当たり前、天国があるのは当たり前ぐらいになりましょう。もう本当に、私たちは天国で永遠に過ごすんですからね。永遠に過ごすんですよ。ただ旅行に行くだけじゃないんですよ。天国に永遠に過ごすわけですから、まあ、天国のことをよく知った方がいいわけですね。港さん、 LTL 礼拝動画はいいですよ。 ありがとうございます。皆さんの中でもですね天国に行く方も現れてくると思いますね。ぜひ皆さん天国行った人がいたらですねお知らせください。証ししてもらいますので、スカイプの方にお知らせください。天国に行ったことがある人、天国見学した人がいたらですね教えてください。地獄でもいいですよ。地獄でもですね、地獄に見学行った人も証、あまり聞きたくないですけど、地獄に行った証があったら教えてくださいね。本だけでもねこんなあるんですから。まだまだあります。まだまだいろんな本があります。はい、それでは角部へ行きましょうかね。天国角部、天国は本当にある。天国は本当にある。そしてイエスキリストを信じる者、イエスキリストを信じる者は天国に行く。
信仰でイエスキリストを信じる信仰によって歩むならば、イエスキリストを信じる信仰によって歩むならば天国に行く角笛、天国に天国角笛J さんからコメント来ましたね。 J さん久しぶりですね。 Q ちゃんこんばんは。 Q ちゃんの放送を真剣に見るようになって、本当に天国はある、イエス様はおられるということが確信になりました。天国はあります。天国に行きましょう。疑ってはいけません。私は毎日力を込めて行く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 と朝晩関係なく叫んでいます。妻と一緒に言うように言ってますが、なかなか耳を貸してくれません。皆さん絶対に天国に行きましょうね。力を込めてイエス様に祈りましょう。天国に行きましょう。柴田さんですね、アメンって書いてありますね。はい、それではですね、はい、イエス様を信じて、ね、イエス様を信じて天国を信じることができるようになった証、イエス様を信じて天国は本当に存在して、イエス様を信じていけるんだということが分かった証、自国もあるということが分かった証、スタートスタートスタート。コルトン君の本を読んで天国があると確信できました。イエス様を信じます。天国でイエス様と顔と顔を合わせてお話ししたい。エンジェルさん、アルコール依存症が治った。天国に行くために仏壇を焼き捨てました。焼き捨てる決心がつきました。絶対に天国に行きたいと思った。キューちゃんのようにイエス様ラブで生きようと思った。
以前は天国なんか信じないと思ってたけど、大きな父の愛に包まれて天国に行きたい。天国があると信じることが一番大事。3年見て少し分かるようになった。にゃこさん、天国の話を聞くといつも天国に行きたくなります。早く景況が来てほしいと思います。アメン。本当にそうですね。天国に行くともう帰りたくなくなるそうです。帰りたくなくなるそうですね。この放送を見て儒教の本を破り捨てたくなりました。破り捨てることができました。足が動かない僕でも天国では完全な体になると分かった。見習っていつも笑顔でいたい。天国はパラダイスでした。天国はパラダイスでした。ですね、今日の一応操作がありましてね、WWGM なんですけど、この2番目の記事ですね、この2番目の記事が、今日のソースですね。はい、他の記事も見てくださるといいですね。この WWGM は、カリスマ派のブログですね。カリスマ派のブログです。はい、不思議おじさん、旧牧師こんばんは。クリスチャンの韓国人の友人から聞いたのですが、地獄は臭くてジメッとしてるそうです。悪込みをしているサタンリスナーさんたちも天国に行けるように改心してほしいですね。アメン。天国は臭くてジメッとしている。まあ暑くてね、暑くて痛くて臭くて暗くてね、もう本当にもう暑くて暑くて痛くて痛くてすごいとこですね。もう本当に、とんでもないとこです。もう本当にとんでもないとこです。ぜひ皆さん、そういう地獄に、行ってはいけません、ね、地獄行かないで。もうこれはもう行っても、言い足りないぐらいですね。もうしつこく言いたいです。もうそれは地獄行ってほしくないからね。地獄行ってほしくないから。
日だまりさんこんばんは。今まで母と聖書の話をしていたので放送は今来たところです。キャットカーって車の猫自動車ですか？そう、車の自動車という、じゃなくて車猫さんという人の名前です。人の名前ですね。日だまりさん、先ほどですね、あのお母さんの証しときましたからね。お母さんの話しときました。にゃおこさん、神の愛でこの世が天国のようになりますように。アメンアメン。そうですね、あの神の国とその義を大事に求めようという命令があります。ということはですね、私たちは天国に行くということだけじゃなくて、この地上でも、この地上でも天国のようなあり方、天国のようなあり方を求める必要もあるということですよね。神の国を求めようですから。ですからまず私たちは、一切悪いことを捨てて、神の愛で、神の愛で愛し合うという、まさに天国のあり方、天国のあり方を私たちはこの世で実践しましょう。天国行く、まあ、訓練ですね。天国行く訓練、私たちは天国のあり方をですね、生きることできるんですよ皆さん。天国の、天国のありようで生きることができるんです。素晴らしいと思いませんか？素晴らしいでしょ皆さん。日だまりさん、ありがとうございます。母は週末礼拝に行くと言っていました。午後はイエス様の映画を一緒に見ることになりました。ああ、よかったですね。アメン。素晴らしいです、素晴らしいです。もうほとんど信じてるような感じですよね。素晴らしい、素晴らしいです。今日ね、天国の話をしましたけど、ちょっと大事なポイントをちょっと言いたいと思いますね。まず、私が感動したのはですね、御座の部屋というのがあって、天のお父様が座ってる部屋があるらしいですね。そうするとその道の栄光を仰ぎ見ると、そこから来る愛の波で圧倒されるというのがありますね。それからあの、愛する人がね、亡くなって天国行った人がいるならば、天国に行くとその人が迎えに来てくれる、ね、先に天国行った家族が迎えに来てくれるということですね。皆さん、私が先に天国行ったら皆さん、あの迎えに行きますからね。皆さんが天国に来たらですね、私迎えに行きますよ。柴田さん、地獄に行ったことのある人の動画を拝見しましたが、天国に行ったことのある人の動画はありますか？天国見学というのがあります。あの天国見学で YouTube で 天国見学でググってください。出てきますね。天国見学ですね。それからですね、食べ物、面白いのはですね、食べ物がすごく美味しい食べ物があって、それを食べると完全に吸収しちゃうからトイレがない。これも 前の話と似てますよね。全部吸収しちゃうので、何か食べてもですね、トイレに行かない。もちろんアレルギーもないし肥満もないんです。皆さん喜んでください。天国でいくら食べても大丈夫、いくら食べても肥満がない、いくら食べても太らない。皆さん嬉しいでしょ。素晴らしいですね。アレルギーもない。それからクリスチャンが死ぬとですね、クリスチャンが死ぬと天使が迎えに来るとありますね。天使が迎えに来る。あのノンクリスチャンの人が死ぬと悪魔が迎えに来るそうですよ。ノンクリスチャンの人が死ぬと悪魔が迎えに来ます。
でクリスチャンが死ぬと天使が迎えに来てくれますね。で、乗り物で、素晴らしい乗り物で天国に連れてってもらうということですね。で、あの地球に残された人はね、こう、まあ、泣きますけど、悲しくて泣きますけど、まあ、クリスチャンの人だったらば、あの悲しまなくてもいいよと、私はイエス様と一緒にいるから楽しいから悲しまないでおくれと、そういう風になりますね。で、地獄行く人はね、地獄行く人は、ああもう地獄に来てはいけない、私のように地獄に来てはいけない、イエス様を信じて天国に行きなさいという風に、地獄に行った人はそういう風に言うんですね。天国に行くと、まあ、天使たちも列を作って迎えに来てくれます。大歓迎、ね、大歓迎。流産した子供が天国で待っているという、それから、うん、命の川があって、そこに飛び込んでですね、水を、掛け合うんですかね、命の水の川に入って水を掛け合います。そしてその命の水を飲むと元気になるということですね。それからさっきの、水沢の部屋というのがあって、その水沢の部屋に4つの生き物があって、翼には目がたくさんある、これね、旧約聖書に書いてありますね。エゼキエルだったかな、どこに書いてあります。そして、道から虹が出ています。これもすごいですね。あの溝から虹が出てたり、それからあのですね、稲妻、ここによると青い稲妻が溝から出てる、すごいですね。これもですね、デビット・テイラーさんにもちょっと書いてあったような気がしますね。にゃおこさん、子供の証で天国に行くとき本当に頭に輪っかをつけていくと言ってました。子供が天国に行くときですね、頭に輪っかをつけていく、行くという、やっぱり輪っかがあるんですね。皆さん、輪っかがあるんですよ、ね、こう 天使の輪っかみたいなのがあって、そしてその青い稲妻はものすごい命のパワーがあって、人々がそれに触れると、ね、道からの愛の波を受ける、ね、すごいね。よくあの集会でこう お祈りされるとビビってこう電気が走るということがよくあるんですけど、そういう感じでしょうかね。命のパワーを受けます。で、天の父はですね、白く輝く髪をした父の顔が見えるようになるんだそうですね。天のお父様は白い髪の毛をしているという、白い髪の毛をしている天のお父様は白い髪の毛をしている。はい、いろんな方の、ね、天国の話と共通していますね。共通しています。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、信仰のない方はですね、信仰のない方は天国と地獄のことも信じないでしょう、ね、天国と地獄のことも信じないでしょう。しかし私たちは神を信じるということは、
神のおられる天国も信じるわけ、信じるわけですね。拓也さんこんばんは。ひだまりさん、人間は天国ではうがくになるのに神様だけおじいちゃんなんですか。不思議ですよね。あの天のお父様だけがおじいちゃんで、他の方はみんな若い人という、不思議ですね。菊池さん、天国と地獄は実在します。 YouTube に証拠はたくさんあります。アメン、アメン。天国に行くということを、ね、まあ、信じれるからこの人生が楽しくなるわけですね。はい、やはり我々は神の子だからイエス様より若くなるのではないでしょうか。そうですね、イエス様は変わらないかな。イエス様も30歳ぐらいで若い。父が、天の父がですね。あ、柴田さん写真送ってくれました、ありがとうございます。でもね、ちょっと柴田さんでも申し訳ないんだけど、あの私スカイプがちょっと壊れてましてね、写真が出なくて、うーん、ごめんなさいね。ちょっと今スカイプが壊れちゃってます、ごめんなさい。何かいい景色を送ってくれましたけど。拓也さん、私は干し芋が好きです。あ、干し芋好きですか。干し芋好きですよ。干し芋好きです。はい、スカイプどういうわけかですね、ちょっとデータがね、あの送受信がちょっとできなくなっちゃってますね。拓也さん、こんなに美味しいものを作ってくれたイエス様に感謝です。アメン、アメン。皆さんとですね、皆さんと天国で永遠に一緒に住めますね。皆さんと、ね、天国で永遠に一緒に住むことができます。食べ物で何が一番好きですか。私何でも好きなんですね。何でも好きで何でも食べれますけども、まあ、よく言うのはお寿司とカツ丼だったかな。お寿司とカツ丼とよく言いますけど、どこに送ればよいですか。あの、じゃあメールで送っていただければ。そうですか、じゃあメール貼っときましょう、ね、こちらに送っていただければ見れるので、これこちらに送ってください。インストールし直してみたら。そうですね、じゃあ今度スカイプインストールし直します。インストールし直してみますね。はい、天国の食事はもっともっと美味しいと思いますね。キューちゃん、天国行ったらキューちゃんの近所に住みたいです。祈れば大丈夫ですか。祈ってくださいね。皆さん天国で永遠に暮らしましょうね。天国で永遠に一緒に暮らしましょう。決して地獄行ってはいけません、ね、地獄に行ってはいけません。もう本当にですから今が大事なんですよ。ですから今ね、私たちが地獄に行かないで天国に行くことを本当に、もうそんな疑ってる暇ないんです。疑ってる暇じゃなくて、もう必ず天国行くように、
必ず天国行くような生き方をしなきゃいけないんです。それは信仰に励むことですね。信仰に励む、疑っててですね、地獄行ってどうするんですかね。もう疑ってるレベルじゃダメなんですね。もう皆さんが確信してですね、確実に天国行くんだというレベルでなきゃダメなんですね。日だまりさん、天国で毎朝毎晩その上吹かれたらたまらん天国では天使が吹いてるんじゃないですかね。天国では天使たちが吹いてると思いますよ。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、これだけいろんな天国行った話があるならば、本当に天国はありそうだな、天国に行きたい、天国に行きたいと、ね、完全に信じきって確信しなければ天国には行けません。だからこそ行くという確信がなければダメなんです。自国には行きたくない、本当に天国に行きたい、そして天国に行けるような信仰が欲しい、天国に行けるような信仰生活を送りたい、そういう人、アメンと言ってください。アメン。天国へ行くと手足を失った人も元通りに生えてくると聞いたことがあります。もちろん天国では本当の手足、本当の天国の手足が与えられます。天国に行けるように信仰を持ちたいという方、アメン。天国に行きたい。たくやさん、今日の朝の放送を見てから力が出ています。アメン、アメン。にゃこさん、アメン、アメン、アメン。自分だけではなく、このここのリスナーも一緒に天国行けるように頑張ります。たくやさん、牧師様の放送で元気になりました。アメン。柴田さん、アメン。天の父様、感謝します。以前は私たちは罪のゆえに地獄行きの人生でした。なんで地獄行くのか人間的には理解できなくても、神様があまりにも清い方、神様があまりにも正しい方ですから、私たちの罪のゆえに地獄行くのはむしろ当たり前かもしれません。私たちは自分の罪に気がつかず、自分が地獄にふさわしいということにを知りませんでしたけれども、あなたを知って、罪を知って、ああ私は地獄にふさわしいものだった、私は地獄にふさわしいものだったけど、そのようなものでも、そのようなもののために死んでくださったイエス様、イエス様は、全ての人のために死んでくださった大きな大きな愛のお方、その十字架のゆえに、あなたの愛のゆえに罪が許され、天国に行くことができるようになりました。もう本当にそれが私たちの喜びです。それが賛美です。それが感謝です。イエス様、今アーメンと言った方々が罪が許されて天国に行けるようにしてください。天国に行く希望を持つことができますように、イエス様お願いします。多くの人はまだまだあなたを信じてないので、地獄に向かっています。多くの人が地獄に向かっています。イエス様憐れんでください。一人でも救われますように、一人でも救われますように、一人でもイエス様に立ち返り天国に行けるようにしてください。イエス様お願いです。一人でも一人でも一人でも多く天国行けるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。たくやさん、悲しいことに学生の自殺がありました。皆が救われますように。それじゃあ皆さん、明日の朝お会いしましょう。シャローム、おやすみなさい。シャローム、おやすみなさい。おやすみなさい。シャローム。
シャロン。